ババ本町、ババ本町は、福島県藍津若松市にある町。郵便番号は965-0036。藍津若松市街地の中部北部に位置しており、西側の中央と東側のあ宵町の間を、町域とする。藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。周辺の地域と共に阿賀川の支流、湯川、 せせなぎ川などやその支流により形成された、戦場地上に発達した会津若松市の一部である。東はあよい町、上町、西は中央、中央二丁目、中央三丁目、南は馬場町、北は昭和町に接する。戦国時代、すでに黒川城下の町名の一つとして、馬場町が存在していた。また、 1525年に火災があった記録が残っている。江戸時代、藍津藩によって周辺の地域が収められていた。当時、現在の馬場本町周辺には、馬場町、甲賀町、宣言道などがあった。馬場町は若松城下の城郭街北部、当時の上町に属する町で、馬場町口の各門から北に向かう幅5軒余りの通りであった。 そばで町として、和幸き町、二の町、三の町、四の町、五の町があり、馬場町の内五の町から北を、馬場名古屋町といったとされる。馬場町は、ガム宇治里により収められていた、文禄元年に移転されており、それ以前には、若松城閣内、本和幸ゆき邸にあった馬場に続く町であったとされるに、あったが、若松城閣外に移されたとされている。 馬場町は、大町と並んで、当時の若松城下において、商業の中心地で、塗り職人をはじめとする職人などが住んでいた。また、1と8の日には6歳子も立っていたとされている。甲賀町は若松城下の城郭街北部、当時の上町に属する町で、南側は甲賀町口、北側は滝沢組町に接する幅島あまりの通りであった。 そばで町として大工長があったほか、甲賀町は、文六年間の成立で、賀門氏里が、日野、大見から移住した商工業者を置いた町であるとされる。このため、かつては、日野町と呼ばれていたが、加藤氏が、甲賀町と解消したとされる。宣言道は若松城下の城郭街北部、当時の上町に属する町で、大町、馬場町の北側に位置していた。 千剣道、木戸千剣道、死雲寺前通りなどの地名があり、浄土州の清国寺、新林寺、上禅寺、新州の蓮華寺、本密寺、福生寺、万福寺、曹東州の死雲寺があった。これらの寺院はそれぞれ城郭閣外の造営の際、城郭閣内から移転したものが多いとされているほか、当庁の地名はかつて周辺に千剣の家があったことによるとされている。また、 活性期には民家がなく、寺院があるのみだったとされる。明治時代に入ると、江戸時代からの若松城下の町は再編され、馬場町は、馬場上一の町、馬場上二の町、馬場上三の町、馬場上四の町、馬場上五の町、馬場下一の町、馬場下二の町、馬場下三の町、馬場下四の町、馬場下五の町、馬場和幸立町、馬場二の立町、 ババ三の盾町、ババ四の盾町、ババ名古屋町になった。その他、先県道が若松甲賀町、若松ババ名古屋町に編入されるなど、町域が変更された。また、これらの町名は、1889年まで若松を鑑賞していた。その後、1889年に、町村制の執行によりこれらの町は、若松町の町となり、 1899年には、若松町の市政志向により、若松市の町名となった。1951年の若松市による町北村を、編入などを経て、1955年には、当時の若松市と、高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併し、合津若松市となる。これより、馬場名古や町、甲賀町など、 周辺の町は、同市の町となる。その後、1960年代に入ると、合津若松市の住居表示が実施される。これにより、1966年に、馬場名古屋町、馬場城五の町、馬場四の竹町、甲賀町のそれぞれ一部により馬場本町が誕生する。また、その後に、土地区画整理法の規定に従って、大町土地区画整理事業が行われる。 これは、旧来の馬場名古屋町、高賀町などの地域を対象にしており、中央通り、公園、下水道などをそれぞれ整備した。そして、1982年に、旧来の馬場下一の町、馬場下二の町、馬場下三の町、馬場下四の町、馬場和幸立町、馬場二の立町、馬場三の立町、馬場四の立町、馬場名古屋町に加えて、大町和幸町、 大町2の町、大町3の町、大町4の町、大町名古屋町、ババカゴの町、甲賀町、白古町、町北町大技、石堂、一気町大技、上郊外のそれぞれ一部により、中央1丁目、中央2丁目、中央3丁目が成立する。2017年、平成29年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 合津若松市道によって町内の道路網が形成されている。路線バス、鉄道路線などで当庁を経由するものはない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。